こんにちは。のぶ、ジャイブファミリー、えー、のぶです。えー、本日は、えー、ジャイブのこのターンの質の違いっていうのね、えー、ちょっとお話ししたいと思って、これがわかると、な、ウィンドサーフィンのジャイブ、このターンっていうのはそういうことがあるんだと。他のちょっとターン系のスポーツとは違うということをね、分かってもらうと。えー、まあ、 ウィンドサーフィンのターンというのは多分ね、独特ですよね。セールがついてるし、っていろんなことが、いろんなのが加味されてますね1一つのスポーツで2つのスポーツがくっついちゃってるみたいなのもあ,ありますからね、えー。そこをね、ちょっと検証していきたい。検証していきたいっていうかね、えー、お話ししていきたいと思います。えー、まずね、えー、どこから行こう うーんバイクから行こう。<laughs> バイクから行きます、えー。バイクはね、これ見ててわかる。これバイクはね、これはロードかなロードのバイク。私、このバイクのターンとか大好きなんですけどね。これはやっぱりこう、ここまで来るとスピードが何百キロって世界でターンするわけですから。そうするとどういうことが起きるかっていうと、これスピードの差っていうのはね、えー、これから出てくる、あの、いくつかのターンの やり方があるんですけども、各スポーツのね。これ、スピードの差がその、こう、形の差にかなり出てきます。で、バイクっていうのはこれはもう何百キロっていうスピードが出るわけですね。人のこう、力では出ないエンジン、えー、モータースポーツのパワーっていうところですね。これの場合だと、まあ、スピードに関連してくると、そのスピードの中でターンをしなきゃならない。それもスピードを落とさずに、ギリギリの世界ですよ。そうすると、 この内径軸っていうのがね、すっごい重要なんですよね。これは頭のてっぺんからこの、今タイヤに水面についてる、こう、頭の位置っていうのは、この軸っていうのがね、体の軸っていうのがしっかりしてる。まあ、体以外に、えー、モータースポーツの場合は、パワーは、えー、エンジン、バイクですからね、そこの軸を合わせなし。え、ね。これ、もっともっとスピードして、もっともっとこう、カーブがきつかったら、体だけもっともっと入って、し、もっともっとバイクもこう、 なんだあの、この路面についちゃうぐらい内径するわけですよ。これスピードがなければね、もっと立ってるんだけど、スピードが本当にあった場合のやり方としては、そういう形になる。スピードが上がれば上がるほどね、えー。で、ターンが90度になって、それがもっと深く、深く90度、120度、180度、ヘアピンみたいな感じになると、そこはもっともっとさらに洗練されてきて、もっともっと内径軸とか、来るわけ。 で、スピードっていうことになる。これがね、こう、モーター、スポーツのスピードに、スピードがあればあるほど、こう、内径図が強くなる。ね。あとは前傾が強くなる。前傾と内傾っていう、これ、もうジャイブのね、えー、三大要素。スピード、内傾、えー、体重移動。最初の体重移動っていうのは、これ前傾ってことですから、ね、これが、えー、本当に重要なんです。これ各スポーツと一緒なんですね。で、ウィンドサーフィンは、 えー、その中でもセールのパワーが使えてスピードが出る。っていうことですね。で、そこでターンを失速しないで去るっていうと、このバイクにかなり近いのかな私が、えー、私がこう、いろんなことを見て思うには、このバイクのターンにかなり近いんねっていう気がします。えー、あの、パワーがありますから。ウィンドウの場合はセールのパワーでスピードが本当にね、50キロ、60キロ出ちゃうわけですから、そこの中でターンする。 っていう形になりますからね、えー。そういうことですね。これは、えー、バイク。<laughs> そうなんですね。バイクなんですよね。これいいっすね。バイクね。なんか、なんかしんないけど、バイクの探偵昔から好きなんですよね。なんかかっこいいなと思いながらね。えー、で、ここからが、えー、どうしようかな。サーフィンじゃなくて、スノーボード行こうか。あ、スノーボードの方がわかりやすいかな、えー。これスノーボード。まあ、あとはスキーとかあるんですけどね。まあ、これちょっと、えー、スノーボードで行きましょう。スノーボードの場合。 これはやっぱりスピード出ますよね、斜面を下ってて。で、下ってスピード出る。ってことはこれ前傾はかなり強いですね。だからもうほぼ前足荷重の前傾になってます。はい。で、これ形がどっかが違う。これはね、こう、軸が、内傾軸が頭から、えー、ボードのとこで腰の位置はちょっと外にずれてるんですよね、これ。体をしっかりとこう、 なんだろうえー、下の水面、水面、えー、水面じゃないか、せ、せ、雪面に対して、体がしっかりこう、垂直に立つようになって。これはスノーボードのターン。これなぜかというと、これは多分ね、えー、深いターンじゃないですね。斜面を下ってくるから180度のターンはないんですよ。スキーもそうですけど、スノーボードも。180度のターンはない。せいぜい90度。 気づいてるもちょっと深いくらいかな、ええ。そうすることを切り返しっていうことが絶対あるんですよね。斜面を下ってて、切り返してい,いかなきゃ。切り返してる時には、内径軸を全部ボードに乗っけちゃって、軸をしっかりと一本軸を取っちゃうと、切り返して体がかなり振れるんですよね。そうすると、体の切り返した時に太陽が遅くなる。だもっともっと大きなターンで、もっとね、広いゲレンデで、大きなこう、 単をするんだと多分ね、えー、この体制にはならない。ってことなんですね。ええー。それをこう保つため。あとはね、こう、なんだろう、スノーボードとかそうなんですけども、まあ他のサーフィンとかちょっとこれから出てくるんですけどもね。ボードの浮力がない。<laughs> スノーボード特に。えー、スノーボード特にこまあこれ斜面がふっくらしてればもっともっとなんですけども、ボードの浮力がないんですよ。 このウィンドサーフィンとこうスローボードの違いとか、ボードの浮力っていうところも出てくるんですよね。まあ、斜面が硬くなると、多分、あの、乗った感じの浮力っていうのは出てきて、もっと内形軸で押したりとかね、しなくてないで、ターンが深くなればっていうことになって、このエッジでね、切るとかね、そういう形になってくるんだけど、このボードの浮力っていうのが、まあ、今回ちょっと、こう、今回っていうか、このね、スノーボードの、えちょっとターンは、これ切り返しってことは頭に。 スキーもそうですけど、切り返しもしっかり頭に入れてるってことなんですね。で、ターンが浅いってこと。ね、だからスノーボードとね、ウィンドサーフィンやってる人がいると思うんですけど、これはターンの違いっていうのをちゃんと把握しないとならないっていうことなんですね。えー、えー。と、スノーボードでは単が浅い。えー、で、切り返しを必ず考える。っていうことで、えー、ターンの必要の違いが出てきます。はい。で、今度は、えー、これはサーフィンだ。ね、いろんな形で出てきます。 これスライドショーとか本当は使えばいいんだけどね。えー、なんか使い方があんまりよくわかんない。私使ってないので。<laughs> えー、本当はスライドショー出ていけばいっぱい出てくるからね、いいんだけど、本当は。で、これサーフィンです。サーフィンのターン。これはどっかから切り抜いたやつかな。で、サーフィンのターン、よく言いますね。こうサーフィンのターンでこう、えー、左の画面、ちょっと見てもらうと、押しがポンと出てます。で、体だけしっかりと内側に頭に入ってる。内径してる。 っていう形になってる。るこれは、あの、サービンのターンは、えー、ボトムターン、トップターンの場合は、108度にかなり近いですね。えー、で、完璧に体先行なんですよ。体が先に行って、お尻がぴょこっと出て、体がグッといって、そこでグッと押していって、コントロールする。これはなぜかというと、ボードの浮力はないんです。で、ウィンドウと違って、スピードも、ウィンドウはールのパワーも使えるから、さらにスピードがある。で、なおかつ、ウィンドウの場合、立たなっちゃならないので、浮力があるんですよね。 えー、この、だからさっきによって一番最初に言ったバイクと一緒。スピードと、こう、パワーが、どうしてもこう、サーフィンと比べてあるので、この形にやるとボードが押せないんですよ。<laughs> サーフィンの場合はこの形でやって、こう、腰から下で、ここからこう押し込んだりとかって、板が小さいので、微妙なコントロールができるんですね。浮力がなければなるほど、細かいこう、 えー、レイコンはいくつのこう動きっていうのができるわけですよね。あと2ミリ行きたいとか、あと10ミリ行きたいか、脳臓こっち向けたいっていうのができるわけ。それは下半身でできるわけね。ボードがちっちゃいから。だから、ね、体をしっかりと、大きいサイズの大きい波だと体をしっかり内側に入れて、で、そこからグッと押し込んだり、コントロールをできるっていうのがこれサーィン。これボードの浮力の大きな違い。これをウィンドサービンに当ためてやっちゃうと、やばいです。ええー。 ほぼ、ジャイブは、えー、できない。<laughs> 板がポーンってすっ飛んだりとか、なっちゃう。えー、逆にボードがね、こう、押し込む、こう、体が先行して、こう、押し込むんだけども、あとボードがくっついてこない。それは浮力があって押し込めないから。どうしてもこのスピードに負けちゃう。だからそれで押し込もうとすると、スピード落とすしかない。ウィンドサーフィンの最大の魅力は、これはなくなってしまうってことなんですね。えー、そういうことなんです。だからこれサーフィンとこれウィンドサーフィンの違いっていうのはそこにある。 うん、やっぱりウィンドサーフィンの場合はセールのパワーがある。スピードがある。ここを重視しなくない。うん。だからサーフィンの場合はこのサーフィンとウィンドサーフィンのジャイブはちょっと違う。えー、そうすると波のねに違ってくるわけ、えー。セールのパワーを使って行くもんだからね、えー。セールのパワーとだからスピードが明らかに増すことができるんですよね。えー、でもそれでこう、なんだろう、スピードを増さずにこう波に乗ったスピードだけでやろうとすると板がどんどんどんちっちゃくなる。 最後はサーフィンと同じぐらい。そう、セイルいらなくなる。<laughs> 波だけ乗るんだったって、もうそういうね、原理になっちゃうんですよ。だから面白い。でも、ウィンドウサーフィンはね、セイルのパワーで、ちっちゃい波でもスピードを上げられてターンできるから、これ面白いってこと。そうすると内傾軸っていうことが重要だと。だからこれ、いろんなサーフィンのね、サーフィンとかいろんなターンの違いがね、かなり出てくるんですよね。ええ。で、これなんかもね、この右の写真、今真ん中に持ってください。この写真なんかも完璧に体が内側に行ってる。で、後ろの膝が内側に入ってる。 ね、これは、ウィンドウと違って簡単にボードコントロールができるからですよ。ただ、簡単にキュッと押せばキュッと曲がるってことは、より繊細なコントロールが必要になってくるってことなんですよ。ね。だから内径軸一本でやってしまうと、ガッと入れた時に、その一本だけになっちゃうんだよね。だから、サビの場合はそれをやりすぎると板が回りすぎたりとかね、しちゃう。レールが入りすぎたり。そのレールの入れ方、何,何ミリ。だから、サビの方が本当にこう、ウィンドウと来るとすごい繊細になってくる。 でもウィンドウの場合はその繊細さがいらないっていうかそこまで繊細さを求めた体の使い方をすると逆に言うとコントロールできなくなっちゃうっていうことな,なかこれが、えー、サーフィンとウィンドウサーフィンのボードコントロールの違い、ね、だからウィンドウサーフィンとサーフィンやってる人一緒にいると思うんですけどもそういうね一緒にやったりとかスローボードやってるとだからいろんなターンの質があるのでそれをちょっと分かってもらうとねうーんこうなんだろういろんなことが分かってきてあジャイブはこうなんだっていうのが分かって えー、で、これ、ウィンドウサービンのこれは、これはレーダウンです。フォアレーキーじゃなくてレーダウン。ね、あの、セールをちょっとブーメンで巻き込んでますからね。これ、あの、巻き込み方ってのは、これレーダウンのやり方。で、レーダウンもね、こう、ジャイブ見てると、こう、ね、お尻がピョコってて、こう体ガッてガッて、もう、な、なんだろう。うこれ、あの、この人は、あの、レーダウンでもかなりうまい方。で、ね、体がね、内径軸ちゃんと取ってますね。えー、っていうことなんで。えー、で、これは、やっぱりこれ見てもらうと、レールがあんまり入ってないんでね。これ、最初の入りは。えー、 だからこれは、んなんだろう、こうまあ、私よく言うんだけども、レイダウンというのは風をなんだろう流す、抜く、セールのパワーを抜くという形で、セールを倒してブメンドを巻き込む。そうすると、セールのパワーがなくなるんだよね、えー、そしてコントロールする。まあ、スラローム的なジャイブの時にはこれの方がいいわけですね。セールのパワーがあまりにもありすぎるという時には、抜いてジャイブする、いう楽ということ。えー だから、ちょっと抜、ね、く。んで、こう、ホアレーキ。私が教えてる、こう、ウェーブのホアレーキ。リーバイーサ栽ードーのホアレーキっていうのは、風を捉えるんですよね。レイダウンに似てるんだけど、ここの、こう、言葉の違い。抜くと捉える。入れるっていう感じなんですよ。だから、そこのね、言葉の違いで、ホアレーキとレイダウンの違いっていうのは大きな違い。ね、背のパワーを抜くっていうね、動作。 まあ、風を流すっていう、もう、レダを流すっていうのかな流す。えー、抜くっていう、こう、そういう、こう、イメージですね。ホワレイ機の場合は風を捉えるって言うんですよ。進行符を捉える。レダーダは進行符を抜く。抜くっていうか、流す、きれいに流す。あ、流すっていう、うん、な抜くっていう風にいるので、ホワレイ機の場合は、えー、進行符を捉える。 自分のものにする。プラスラファーにする。っていうね、これがやっぱりこう、ウェーブとこう、えー、スラール向けのレイダウンとの違い。この違いをね、しっかり把握しないと、ウェーブ系で、えー、フォアレキっていう形をしっかりやらないと、レイダウンにしてもと後半失速してしまうってことになりますので、ね。まあ、これちょっと話ずれちゃったな。<laughs> ちょっとずれましたね、話がね。えー、そういうことです。えー、このね、えー、ターンの違いをしっかり把握してください。えー これ、ちょっと把握しないとね、えー、とんでもないことが起きてしまうとね、えー、ウェーブ系なのにレイダウンしてこう、やったりとかね、えー、サーフィンのターンを取り入れて、体でくって腰が折れちゃったりとかね、後ろの膝が入りすぎちゃったりとかね、そういう形。これやっぱりこう、ウィンドサーフィンの場合は、スピードとパワーとボードの浮力っていうね、だから全部が融合してるみたいなとこがあるんですね。面白いですよ。<laughs> だからこれは面白い。えー、でもこの内径だから軸っていうのがね、体の軸って、 っていうので、こう押していくと、ぐーっとこうスプレー上げながら、180度ターンする。っていうことになってくる。ですね。えー、ウィンドウは180度ですから、ターンは、ジャイブは。そこをね、えー、勘違いにしないでほしいかなと思うんですよね。えー、そこをしっかりと、えー、やると、180度、最後までボードをコントロールしたらジャイブができてくる。 そうすると、最後は加速するジャイブになってくるってことになりますからね。で、まあ、これ、最後にしたら私の、あの、写真なんですけども、これ、あの、これはジャイブの入り。これはもう前傾ですね。スピードに負けない前傾。これ、バイクと一緒です。バイクのスキースピードに負けない前傾ですよね。とにかく前傾。ええ。で、後半、ここから、えー、内傾軸っていうと。まっすぐね。えー、両足の中心から。 なんかこう足の中心とか、これどっちど、どっちだの後ろ足かなえー、頭の軸まで、ほぼ一本軸。一本の軸で通ってる。で、内径で、その G を体にこう、感じる G、G によって、こう、重力 G によって、ボードをしっかりとレールをコントロールして、そこに重心を乗せてるっていう形。ね、これバイクと肩に似てる。うん。 でも、ここから180度ターンしなくちゃならないので、ここから、えー、メンド内径を持っていったりとか、体のねじれっていうことは使わなくちゃならないので、えー、そこからうん。でも、ウィンドサーフィンのジャイブの場合は、えー、軸っていうのが、だから、重要になるっていうことがわかるの。これ、軸がずれちゃうと、スピードに負けちゃう。えー、そう、スピードを上げるとジャイブができないけど、スピードを落としてしまう。そうすると、えー、なんだろう。 ウィンドサーフィンの本質からちょっとずれる <laughs>。せっかくセ能ルのパワーがあってスピードのアプローチスピードを本当に50キロ、60キロ上げられるのに、そこで40キロに落としてコントロールしなくちゃならないっていうジャイブになると、これはちょっとまた別物になってくるっていう、本当のウィンドサーフィンのこう特性を活かせないっていう、こう、ね、ウィンドサーフィンももう50年も60年も経ってますから、始まってからね。もうせっかくなんで、もうそこのこう、進化する過程に一緒にくっついていきましょうっていう、こう、ことになるんですよね。 ね、そういうことです、えー。今回はね、このジャイブっていうことに関して、えー、ターンの質の違い、コントロール、えー、ターンの質の違いをちょっとね、えー、いろいろと説明してみました。ね、これバイク。うん。いろんな形があるんですね、ターンね。で、まあ、あの、スノボもいろいろとあるんですけども、基本的に言うと、ウィンドサーフィンの、もう一回言いますね、えー、ウィンドサアーピーの180度方向を変えるってことです。 えー、180度変える。そして、えー、スピードが他のスポーツよりある。まあ、ある。スノボーナーがあるか。スピードも。えー、まあ、でもそこで、そこの兼ね合いですね。ターンの深さとスピードの兼ね合い。ウィンドウって全部なんかあるのかなで、性能パワーを使えるんで、バイクと同じアクセルがあるってこと。 そういうことをね、こう、加味すると、やっぱりターンが違うっていうことを、ちゃんと頭に認識してください。えー、そうすると、あなたが目指すジャイブっていうのが、おのずと見えてくる。と思います。えー、見えてください。<laughs> っていうことなんですね。えー、で、まあ、これからね、ジャイブ、まだまだ一生懸命、えー、みんな練習していくと思うんですけども、もうそのこと。だから、まあ、最後に、えー、これ一つまた言っておきます。えー、私がいつも言ってることです。えー、ジャイブは、スピード、内径、 体重移動、この、えー、3つの司会者とした重要なポイントがありますの、えー、3大要素って言ってますね、えー、ジャイブの3大要素スピード内径体重移動、えー、もう一度頭に入れてしっかりと、えー、把握して練習していきましょう本日もありがとうございました